はい、こんばんは、アキラの現場要素、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いよろしくお願いします。というわけですね、ようやく岸を変えるの解説をできます。最終章のですね、追加要素がいろいろありましたんで、そちらの解説の方が多かったんですけれども、ようやく岸を変えるまでたどり着きました。かなり前に準備したんですけどもね、その後いろいろ分かったこともありましたんで、追加直しながら今日を迎えました。いつも通りですね、5つの項目に従って話をしていこうと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。面白かったら、よかったら、参考になったら、勉強になったらと思っていただきましたら、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では参りましょう。はい、まずですね、ステータスランキング偏差値ですけど、いつもでですね、潜在覚醒4突レベル100能力解放完了時点でのランキングとなっております。三角下三角は中央値82人中の中央値41からの偏差値となっております。はい、まず HP が5788、 MP が195、ストレング1156、ディフェンス1067、インテリジェンス749、マインド800ということで、真ん中から下はですね、インテリジェンスだけです。で、1位はないんですね。ただし HP とストレングス、ディフェンスという3項目に至って2位となっております。で、合計偏差値がですね、148-1で、プラス147ということで、やはりこっちもね、驚異的なステータス偏差値になっております。で、まあ、最強偏差値だと思います。1位はないけどね、2位が3つあるっていうのはね。で、HP とストレングスはここに投資アップの3と5が乗りますんで、プラス 20%。なので、ストレングスはね、もう実績1位だと思います。HP はね、多分1位にはなれないと思うけれどもね、神霊もね、投資アップ持ってるからね。で、マインドも高いんで、やっぱりね、魔法防御、さらに回復にもね、優れてる点があるなと思いました。で、マックスのステータスがこちらで、自前スキルの、投資アップ3と5も足した状態ですけども、HP は最大7450、MP204、ストレングスは最大1563、ディフェンスは1200、インテリジェンス820、マインド988ということで、めちゃくちゃ強いよね。うん、でもこの HP の高さが、個性のですね、まあ、バリア付与がありますんで、そこにも来てるんかなって気がしました。で、他の炎属性系ソルジャーとのね、比較をさせてもらいましたけども、オニシント探偵を持ってきました。で、それでですね、オニシンがですね、合計偏差値がマイナス12、ダンテはプラス25ですので、やっぱ圧倒的な強さなんですね。だから、騎士王の方が劣ってる点って正直ないんですよね。うん、ストレングスも、HP も、ディフェンスも、インテリジェンスも、マインドも、ね、MP も全部整ってますんで、やっぱね、まあ、覚醒主人公ですからね、それはやっぱかなり強く仕上げられてるなと思います。今、炎属性でのアタッカーって意味でやっぱ圧倒的な強さだと思います。はい。では2番目ですね。自前習得スキル値です。こちらですね。能力解放で覚えることができるスキルをスキルコスト化させることによって、そのユニットの能力を、数値化させるものです。まず魔法がですね、固有スキルですけど、騎士王のカリスマを覚えます。味方全体の HP 上限プラス1500、プラス通常ダメプラス 10% になります。で、バイタリティがですね、スキルコスト3でプラス1000なんですよ。で、ハイバイタリティがスキルコスト8でプラス2000なんで、その間を取りまして6。で、これが永続効果なんですね。うん、カエルが生きてる限りですけども、騎士王のカリスマを発動させると、ウェーブをまたいでも永続します。なので、まあこれ永続効果ってところで、まあファーストからオートになるときにプラス5になるんですね。ファーストオーラがオートオーラになるときにプラス5されますんで、なのでこれをまあプラス5させていただきまして、で、通常ダメプラス 10% なんですけども、これ通常攻撃限定の効果っていうのがね、比較効果がなかったんで、これは0と計算しました。なので、騎士王のカリスマはスキルコスト11と計算しました。で、技能がですね、またこれもめっちゃ悪いんですけどもね、クリティカップ23、急所狙いがいい、天霊スレイヤー、投資アップ35、で、プラウドフォース、ロイヤルアーマー、堂々、オートプロテクション、オートクリティカル、オートフェイスト、炎アタックレイズ、炎アタックレイズ2、炎ハイドライブ、イダテン、剣ブースト、ダブルインパクト、ジャイアントキリング、騎士の心得となってます。で、騎士の心得がですね、ローランドも持ってるんですね。あれが剣と鎧装備時、剣のストレングスと鎧のディフェンスがプラス 50% になりますんで、まあ、装備に効果を与えるものとしましたら、聖なるオーラがありますんで、それを入れておきました。で、聖なるオーラは武器だけなんだけども、要は、この剣と鎧っていう縛りが、騎士の心でありますんで、そのものま差し引きでイコールでいいかなと思ってこのように計算しました。なので既存の時点で合計がですね、なんと183あります。そしてここからこういうスキルですけども、まず両手剣がですね、これは両手槌とかと一緒ですね。なのでスキルコスト12にしました。で、忍耐2がですね、忍耐がスキルコスト2で瀕死にディフェンスプラス 20% なんで 1.5 倍しまして3で、英雄の翼がちょっと悩んだんですけどもね、自分がブレイクした時に回復時間プラス 50% なんですけど、これまあ比較効果としましてね、ブレイクに関する、習得スキルってまあブレイカーしかないんですよ。うん、なので、ブレイカーをしました。なので英雄の翼は5。刹那の一撃をね、スキルコスト1としているんですけど、これね、理由があるんですよ。武器を一つだけ装備時、物理クリ発生時、低確率でダメージプラス 50% で、ダメージプラス1万5000なんですけど、これね、発生頻度の問題あります。が、こちら、動画で用意してますけども、ちょっと見てもらうとですね、こんな感じです。はい。はい、まあ、ちょっと早回しでしてるんですけども、これね、ログシールドの対戦で、もう通常攻撃だけで戦ってる状態です。はい。
この通常攻撃だけ殴り続けた時に、刹那の一撃ね、まあ、たまにちょこちょこ出てくるんだけど、これプラウドフォースの発生した時に、で回数を計算してるんですけども、クリティカルの発生が全部で173回。で、最後まで行きましたね。最終的には、刹那の一撃の発生は5回だけでした。なので、もう約 3% になります。はい、ですので、急所狙い回が、スキルコスト6で、クリティカル発生時の時に確実にプラス 50% してくれるんですね。急所狙い回は。で、なので、150% ということはこれの3倍の威力があると。なので、かける3。だけど、発生確率が 3% しかないんですよ。なので、6×3 は18。18×3% ってことは 0.54。なんで、まあ 0.5 でもいいなと思ったけど、まあ 0.5 計算できないんで1にしました。で、メテオフォースが、すべての追撃ダメージが 1.5 倍になるんですね。で、このダメージが 1.5 倍になるっていうのは、まあブースト系バフなんですよ。特攻ブーストとか。なので、特攻ブーストと同じで、スキルコスト6を入れました。で、通常攻撃時に、強力な光攻撃の追撃が発生とあるんですけど、これネロダスクでちょっとね、検証してみました。はい。で、まずね、偶発要素系のね、クリティカル系とか、あと、堂々は HP 満タンの時だけストレングスいっぱいになるんで、これを外したのと。で、追撃系のダブルインパクトとかメテオフォースを外した状態でまずどうなったかっていうと、通常攻撃の1ヒットダメ平均が650。で、ダブルインパクト1ヒットが130。なので、これまあ 20% のなんですよ。通常攻撃のね。で、メテオフォースは1ヒットあたりがこれ1024でした。で、1024ってどういうことかっていうと、この1024には、メテオフォースの 1.5 倍が乗ってます。ね。だからその分削除すると 682.66 なんですよ。で、682.66 なんですけども、このネロダクスクが光耐性マイナス5なんですよ。なので 5% 乗ってしまってる。なのでこれをさらに割り戻すんで 1.05 割り戻すと 649.523 になりますんで、やはり通常攻撃とほぼイコールなんですよ。で、まあだから、それに対して 1.5 倍乗ってきますんで、通常攻撃の 1.5 倍の威力が、光追撃として乗るという感じです。なので、メテオフォースの光追撃単体としてね、単体として、その、バフがかかってる分、1.5 倍の分は特攻ブースターで6乗っけてますんで、それ以外で考えた時ってのは、ダブルインパクトってのが 20% かける には 40% なんですよ。ね。で、それの 2.5 倍になりますんで、で、補足ですけども、メテオフォースプラスダブルインパクトでどうなるかというと、通常攻撃の追加ダメージってのが、通常攻撃の 1.5 倍。プラス 20% の2回かける 1.5 倍なので、0.6 なんで 1.5 プラス 0.6 で 2.1 回分追加される、ダメージの総量としてはね、追加されるという計算になります。なのでメテオフォースはそれら合計しまして19にしました。ナイトゾーンがまず敵に狙われやすくなる。なんでこれ都の香りですね。で、正面の物流ダメージプラス 10%、 これはもう条件付きダメージのバフ 10% ということは、これアタックレーズと一緒なんですね。まあ、炎アタックレーズとかいろいろありますけども、それらも条件付きで、攻撃のダメージアップしますんで、それが 10% アップということは半分なんで、0.5、 アタックレーズ 0.5 と考えた時には 5.5 になります。正面からの物理火ダメマイナス 10%、 これも条件付きシールですね。光特性シールドがアイテムのと一緒ですので、これシールドかける 0.5 になります。なので、それがシールド系のスキルコストが10なんで、半分の5としました。なので、5+5.5+4 になりますと、14.5 になりますね。ナイトゾーンは15と計算しました。それら、こういうスキル分を合計しますと、小計が55になりますんで、先ほどの既存スキルと合計しますと、技能合計が238。なので、合計で、魔法11、技能238で249となりますんで、自前習得スキル値ランキングはこちらになりました。はい。ディグログと検定ゼックスの下になります。はい。3番目ですね。まあ、検定ゼックスがね、やっぱ魔法の量が多いっていうのと、ディグログはやっぱりね、魔法も覚えるし、うん。で、物理系も覚えるし、階級系も覚えるっていう意味では、ディグログはやっぱ本当に器用貧乏とおかしいんですけど、すごく優秀なんですね。うん。何でもできるのはディグログ。で、その代わり、騎士を変えれば別に弱いってわけじゃないですよ。でも、249ってダントツでかいからね。うん。それでは3つ目の項目、個性、耐性、特技についてですけど、まず個性が個性1、アデルの血を継ぎし者、攻防型&限定型個性としましたけども、1-1、炎闇属性の魔法攻撃にひるまなかった。1-2、自身を含む味方が瀕死になるたびに、1-2-1、炎属性攻撃の余ダメプラス 5%、最大 50%。1-2-2、炎属性ダメとすプラス1000、最大1万ということで、まず1-1がですね、まあ、アリーナでメテオレインとかブラックホールに対応できるという点なんですけど、当然ながら、ブリザードとか、ベノムレインホールとか、トルネードにはやられます。うん、普通にね。で、アビサルブリザード、アクセサリーでアビサルシルバーをつけてる人が、ブリザードを打ってくるという戦法ありますけども、あれは闇耐性が低い時に、氷属性から闇属性に変化しますんで、結局、騎士を変えるは、氷属性がマイナス30、低いんで、そのまま、氷属性で食らいます。で、1-2は、誰かが瀕死にならないと発動しないという縛りなんですよ。だこの点が、まあ、アリナもそうですけど、強敵戦縛りかなと。で、個性にとのね、これがね、やっぱ相性がいいなと思います。
で、個性2が騎士王、防御型個性。2の1、戦闘開始時 HP 上限プラス2000、ボス戦はプラス3000。2の2、自分以外の味方が血死ダメを受けた時に、味方の HP は1で残り、自身の HP 分のバリアを付与。ウェーブごとに2回、自身が死亡時解除というもので、まず2の1がですね、自前カリスマと合わせると、HP の上限がプラス3500になります。ボス戦ではプラス4500になります。2の2が、発生時のカエルの HP 分の付与なのか、最大 HP 分なのか確認できず。多分おそらくこれ最大 HP だと思います。うん。それぐらい持ってたと思いますからね。数値として見えないからね、確認できなかったんだけども。で、1体につき2回じゃなくて、ウェーブの中でパーティー内に出して2回です。なので、当然自身の死が自身の時には発動しないので注意してください。で、自分が死んじゃうとそのバリアも解除されてしまうんで、味方が、バリア頼りで HP1 のままだと、次の攻撃で食らって死んでしまいます。で、2の2の発動によって味方が致死ダメージを食らったとしても瀕死になりますんで、その時に1の2も発動してくれますんで、さらに、強くなります。だからこれがね、アリーナ使ったらすごくわかるんですけど、追い込まれてから、カエルの火力がね、グググンって上がっていくのを感じます。属性対策がですね、ユリが炎10、木20、光5、闇15、そしてフリが氷マイナス30ですね。もう氷マイナス30っていうのはこれかなり強いんですよ。まあ、実質氷属性の火ダメがプラス 30% になりますんで、アリーナでも炎とか闇のひるみ耐性があったとしても、ブリザードでやられます。ひるむどころか死にます。だからアリーナ使用時はやっぱ要補強が必要です。で、先ほど言ったようにアビサルシルバー装備であっても闇耐性が高いんで、結局氷属性でダメージを食らいます。状態上耐性ですけども、無効が病気、耐性が暗闇麻痺、弱が呪いということで、呪い弱の補強が必要かと思うんですけど、通常攻撃が強いんで、もうあえてもう呪いはほっとくっていうのもありかと思います。ただし、麻痺はやっぱね、無効にしておきたい。特技性能がですね、ストック SCT ヒット数ですが、オートヘイスト込みとなっています。特技値の介在値が遠距離直線上炎属性攻撃で、ストック数5、SCT が7秒、ヒット数が7。特技2がフラッシュバーストが近接中範囲炎属性の打ち上げ攻撃で確率で炎耐性弾を与えます。ストック数が3、SCT が17秒、で、ヒット数が10。で、特技3がシャイニングドア、飛び込み中範囲炎属性のこちらも打ち上げとなります。ストック数が2、SCT が25秒、ヒット数が13と。で、チョイサザがファイナルブレイバー、単体炎属性の攻撃となっています。で、特技3とチョイサザが敵の耐性によって炎属性から光属性に変化してくれます。で、特技1と3がね、軸合わせがないんでどっからでも撃てます。で、特技3は飛び込み技なんだけど、これも使用感速報の時にも言いましたけど、魔法を食らうと、そこでキャンセルされます。で、特技2と3なんですけども、ヒットしてる時に、何言うかな、打ち上げなんだけど、下手したら打ち上がってない時があるんですよ、敵が。相手が打ち上がってなくて、一人でフン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 って振り回してるんですけど、それって敵にヒットしてないんですよ。っていう時があって、結構意外とこの攻撃の判定が、バグかもしれない、もしかしたら修正入るかもしれないなっていうぐらいに、ヒット判定がね、結構厳しいというか当たらない時がありますね。で、ブレイク値なんですけども、いつものように片手のオノハイブーストブレイカーとグランダ回をつけた状態で比較をしております。対象としまして、いつもの通りザイクスを持ってきます。ザイクスの特技さんがこれぐらいなんですね。で、カエルがこちらになりまして、まあ特技さんであってもこの程度なんで、そんなにブレイカーとして性能が高いんかって言ったらそうでもないかなと思います。で、課金装備の良化、その他おすすめ装備についてですけど、まず課金装備については、まあ、今回どっちもまあまあおすすめです。どっちか一方って言われたらね、足の方をおすすめします。詳細見ていきます。まず手の方がですね、ガイナード、アクセサリー、ストレングスプラス40、ディフェンスプラス47、物理攻撃超異差に確率で炎属性の追加ダメージが発生、超異差がクリティカルするようになる、光耐性プラス10で、レイフォンが HP プラス200、ディフェンスプラス40、マインドプラス31、戦闘開始に3番目の特技の SCT を10秒回復、左下に位置する特技、物理攻撃のダメージ上限アッププラス1000で、闇属耐性がプラス10で、呪い耐性がついてきます。もうガイナード、手の方はね、単純な火力上げですよね。火力を積むという感じです。で、レイフォンは飛び込み技である特技さんを開幕発動に近づけてくれますよね。で、レイフォンプラスチャージ特技で多分特技さんって満タンになるんですよ。っていうことはもうアリーナでもそうだし、周回でも使えるということなんで、結構僕は優秀かなと思います。で、さらにレイフォンのいいところは弱点である呪い耐性を上げてくれるというのも大きいです。で、その他のおすすめ装備ですけどね、まあ剣に関して言うと、まず火の核槌ですね。ウルトラレアアークの、火の核槌の 100% 報酬ですけども、まあ、これがまあ一番適性高いかなと思います。で、それがなかったとした場合、飛炎剣ベイボールズ、これはね、イベント報酬だと思うんですけども、特技のダメージプラス 10%、 ただし SCT の回復速度マイナス 15% というもので、これちなみにバンが装備したらね、 SCT 速度マイナス 15% 効果は無効化されるというちょっと変わった装備になってます。で、これがその先ほど言ったように、この騎士を変えるっていうのが、通常攻撃で
ね、戦うっていうところを考えた場合、別に ACT の回復速度マイナス 10% はさほど辛くはないかなと。逆に溜めて打つとプラス 10% 乗るという感じかなと思います。で、炎剣サラマンダが、まあ、炎特性の特技を使用した時にダメージプラス 15%。これは、精霊研究所のね、報酬だと思いますけども、残ってる炎属性の剣でもあとこれぐらいかなと思います。鎧なんですけども、3種用意しました。まず、海洋鎧、ノノレギア、HP プラス200、ディフェンスプラス192、マインドプラス146、タイプに魚を追加しております。で、属性耐性が、炎耐性プラス15、氷属性プラス10、雷属性マイナス10、必殺水上耐性が、呪いが耐えついてきて、麻痺が弱がついてきます。これ完全にですね、氷属性の耐性を上げるためです。はい、逆にね、他下がったものは他で補強すればいいなと思うんだけど、マイナス30を少しでも上げたかったらこれを使うのもいいかなと思いました。これノノパックラですね、100% 報酬ですね。で、流装ダークエリアがディフェンスプラス177、確率で火ダメージを無効化する。で、こちら属性耐性が、炎、氷、木、雷がプラス5となってまして、これもですね、氷属性耐性のためです。で、これはポックルの隠れ里のサブクエの報酬でした。で、最後これですね、域外アルダイン、ウルトラレアグガーディアンズの 100% 報酬です。こちらは復活時自身にストレングス、ディフェンス、インテリス、マイナルプラス 25% のバフがかかりますし、HP がプラス450、ディフェンスプラス248、マインドプラス150ということで、かなりトップクラスの性能となっております。こちら M 属性耐性がプラス5となってますんで、まあ、これね、まあ、ガーディアンズをね、手に入れたらば、これを着せてあげるんかいいかなと思います。アクセサリーがですね、ちょっといろいろあるんですよ。方向性としてね、いろいろね、組み合わせがあるなと思いました。まず、真偽のレリーフがですね、剣装備時移動速度アップし、特技のダメージプラス 10% になりますんで、これやっぱね、結構一番向いてますよね。銀海賞の剣聖弾の 100% 報酬です。で、綺麗英会。これがま、今回追加されました、英霊墓場の、クリア報酬ですね。が、ストレングス、インテリジェンス、MP、ディフェンス、マインドがプラス30されまして、HP がプラス 10%、SCD 回復速度プラス 5%。すべての属性耐性がプラス5してくれるということで、まあもちろん HP プラス 10% でね、もともと高い HP がさらに上がるという意味では、タンクとしては綺麗英会はかなりいいかなと思います。総制裁の表情縮小。これがですね、氷属性の攻撃が受けると確率 MP を少し回復するというもので、氷属性耐性をプラス5してます。なんせ氷属性耐性をどうにかしたいと思ったらこれもつけるのはありです。で、氷のリング。これがですね、星4なんですけどね、実は氷魔法を受けた時に確率でダメージを 20% 回復してくれるし、氷属性耐性をプラス20してくれますんで、ステータス等は上げてくれませんけれども、氷属性を防ぐんやったら僕結構これは有効な、装備だと思います。で、魔法界。これがね、コラボのね、イベント限定の報酬なんですけどもね、HP プラス400。剣か爪装備時に無属性以外の属性攻撃ダメージプラス 7%。なので、剣を装備して炎属性の攻撃した時にも 7% 乗ってくれます。さらに属性耐性が全属性耐性をプラス5してくれるというもので、HP も高くなりますし、かなりこれもありかなと思います。では最後の項目で、成分表と育成テンプレなんですけどね、成分表、この間からやってますけども、自前習得スキルの数字をそれぞれ物理火力、魔法火力、耐久、そしてバフデバフと振った時なんですけども、カエルの場合このようになりました。全体の 73.3% は物理火力に関する自前スキルだでした。で、魔法火力についてはね、5.2%、そして耐久が 21.5 なんで、まあ、ほぼほぼ、物理火力と耐久に振られたという感じです。で、耐久がね、2割以上あるっていうのも、ね、結構大きいんで、そういった意味ではやっぱタンクとしての性能もぼちぼちあるけれども、火力としても高いというキャラになってます。一応ですね、計算方法のね、ルールですけど、今書き足していってますけどね、今回投資アップに関しては HP アップ要素、ストレングス要素は分けて区分しています。で、魅惑の変わりと適応性効果は耐久に区分をしております。という機種を変えるなんですけど、まあ、これらの情報を踏まえまして僕の考える育成テンプレートとしましては、こうなります。強敵とかアリーナをですね、想定してなんですけども、永続展開というのがいいかなと思います。というのが通常攻撃のブーストを持っているということは、通常攻撃で女神のキスで MP がモリモリ回復してくれます。ということはもう展開がずっと使えます。っていうのがまあいいかなと思います。まず生きてるだけで味方を2回知識から作ってくれて、さらにバリアを付与してくれるということなんで、やっぱ死なせないことが大事なんですよ、騎士を変えるは。で、バリアを強化するためには騎士を変えるの HP をゴリゴリ上げれば、そのバリアも高くなります。で、クリティカルアップの合計がですね、クリティカルアップ23オートクリティカル両手剣ってことなんで、5+8+20+10 なんですよ。ってことは 43%、 自前だけでクリティカル発生率が 43% なんで、もうこれも十分です。ダメ突の合計値がですね、もう両手剣のプラス2000だけなんですね。で、味方の禁止回数によってはね、プラス1万までいくし、低確率でプラス1万5000。ね。ってのもあるんですけども、逆に言うと通常だと11999止まりですよ。これ最近の環境だったらね、かなり火力としては不十分なところにあると思います。で、まあ、開幕敵陣突っ込んで耐久しながら殴り続けるのがまあ役割かなと思うんで、追撃が 1.5 倍ってので、追撃だけモリモリ詰めばさらに特技並みの、火力になります。じゃあ実際そのスキルセットしてどう組んでいくかって言ったら、やっぱ火力よりもタンク性能を優先して、火力キャラってのは他でもね、生きてきますからね。
装備イメージです。氷対策を考えましてこうなりました。はい、日の角辻ダークエリア氷のリング魔鋼塊をつけます。ではこれで氷属性対策プラス30になります。というわけで育成テンパですけどね、合計スキルコスト8で買いました。まずレアアークのみ習得可能なものとしましては HP アップ極み、スカイハイ、ガード、警戒でプラス S レアアークで HP アップ2、非耐性、マジカルガード、そしてプラス SS レアアークで HP アップ3、HP アップ4、覚醒、女神のキス、展開、魔法ガード、ヒールガード、鎧ブースト、オートバリアということで、この種類だけでスキルコスト80になりますけど、永続展開が可能になると思います。で今僕がね周回でつけてるのはねチャージ特技値とバーサーカーとあと栄光のポーズをつけてます。まあ、というのは特技値の開催位置がね、どっからでも打てますんで、開幕位置から敵を全滅いきます。でその他はおすすめですけども、スキルコスト上限で外したものとしましては特攻ブースト、天霊スレア持ってますからね。でファストサンダーウォールで、これで氷属性耐性をね上げることも可能です。で急所狙い、根性、スカイロード、剣廃ブースト、トリプルインパクトですね。トリプルインパクトつけたらね、かなりですね通常攻撃の火力上がるなと思います。その他限定組みますけどもね、クイックトリガーとか HP アップ2、そして滑車の原理、これね、通常攻撃の時に、ね、低確率で4倍から8倍のダメージを与えるというものですけど、ここにもですね 1.5 倍に乗ってきます。メテオホースの 1.5 倍に乗ってきますんで、これは結構優秀やと思います。で炎クリティカルレイズ、そして終焉の眼差しで0から電話ボックス、レアボックス使ったらね、特技さんと2位がですね速攻打てますんでね、これも周回向きかなと思います。前回の模擬戦で使ったのはね、メテオレインスタイルなんで、あの時はですね、不動の陣とメテオレインを、何かしらを外して入れてました。という感じで、もうとてもシンプルなんですよ。殴る役というよりかは、もう完全に耐えて生きているパーティーの中でこの騎士を変えるが一体いることによって、他の奴らが戦いやすくなるっていうキャラクターだと思いますんで、伸ばすならばタンク性能かなと思ったんで、永続展開という育成テンプレ方針で解説させてもらいました。面白かった方は、参考になったと思っていただけましたら、高評価よろしくお願いします。それでは最後、まとめに行きます。はい。それではね、最後のまとめとなります。アキラの総評ですけどもね、仲間が死にかけてから本気出す主人公なんだなと思いました。まずね、一人だと真の力を発揮できません。だから短期で強敵と戦うキャラ勝つとは違うなと思います。仲間がいて、その仲間が死にかけてからじゃないと本気出せないですね。ダメとストモとか含めて。だから逆に言うと、だからこそアリーナではやっぱかなり強力な力を発揮するかなと思います。強い仲間火力役を守るし、唯一無二のあるこのバリア付与を持ってますね。で最近の傾向としましてはやっぱ何もかもできるやつが多いんだけども、だからこそやっぱ育成の方針ですごく重要なんですね。こいつに何をさせたいのか、だからその今はとりあえず火力で伸ばすけども、実際アリーナで使おうとか、強敵と戦おうと思ったら、このキャラクターを守るための騎士を変えるっていうのはどうやったら組めるかってことを考えてでも育成していく必要があります。そういった時に考えた時にやっぱ氷属性耐性マイナス30っていうのはやっぱね結構弱点なんですよ。だからその辺を守ってあげる必要がやっぱあるかなと思いましたっていうのはちょっと思いましたね。でこれ僕の正直な思いですけども、やっぱこの1周年の時にねローランドが登場した時の衝撃はなかったですね。順当に強化してできたっていう感じなんで、一旦ちょっとその夏のバカみたいなインフレは一旦やめて、そのタンクとしてみんなを守るカエルと、みんなを守る力が欲しいと願ったカエルに対してやっぱこういう風な覚醒の仕方をしたのかなって気はしました。なのでおそらくなんですけどね、今後第2部に向けてなんですけども、これを超えるタンクってのはあんまり出てこないような気は僕はしています。その辺はねまた多分皆さんねそれぞれ予想あると思いますんでね、僕はなんとなくそんな気はしますんで、何かしら分かりません、ね、皆さん、カエルの使い方、育成の仕方ね、意見ありましたらコメントを書いていただけますと幸いです。で面白かったと思ってきましたら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。でこの後ライブでねまた補足でね少しいろいろ話しながら、マルチの集会でもやろうと思いますので、今日はこの後もお付き合いください。それでは次のライブでお会いしましょう。ではまた。